はい、あ、やべ、ごめんなさい。あ、すいません、失礼しました。いい命名はいい設計を作るということでトークさせていただきます。ちょっとですね、実際にちょっと話す前にですね、やっぱし今回で終わってしまうということで、やっぱ皆さん非常に残念だと思うんですね。僕も今の会社に勤めるようになったのは、やっぱしで知り合った人たちの、まあ、おかげで、いい絆をもらって、まあ、できるようになったということで、もう本当に脱帽して、はい、すいません、やっぱしのおかげで僕の人生変わったと言っても過言ではないということで、もう本当に今回終わってしまうのは悲しいなと思ってるわけですよ。ちょっと皆さんの写真を撮らせてください。はい、じゃあすいません、ちょっと本題に入らせてもらいます。私は鈴木と言います。で、今回今日は何を話すかっていうと、命名についてなんですけど、まあ、ある人が、まあ、僕に言ったんですね。いい名前が決まると設計が決まって勝手に実装が出来上がる。ちょっと意味がわからないなと思ってで、今回はですね、その命名についていろいろとそのコードレビューをしてもらったりだとか、まあ、本から得た知識などで僕が普段気をつけてるみたいなことをお話しさせてもらいます。はい、でまずはですね、名前以上の機能を持たせないということで、実装のシナリオが例えばソースコードをチェックアウトして、環境変数をセットしてビルドしてアーティファクトをアップロードするという、シナリオがあったとしたら、まあ、こういう実装ビルドというメソッドに対して、インスタンスをチェックアウトしていろいろセットしてみたいなことをする人が、まあ、いるかもしれないということ で、そうするとですね、ビルドという名前なのにビルド以外にもいろいろやってしまっていて、まあ、見通しも悪いしユニットテストも書きづらくて、まあ、あかんということで、機能をすべて、あかんので、では機能をすべて説明する名前にすればいいのかなということでビルド&アップロード、まあ、なんちゃらかんちゃら、もう最悪ですねこれで、どうすればいいのかなということでいろいろ考えたんですけど、まあ、ある人が僕に言ったんですね。メソッド名は、まあ、何々するやつみたいにまず日本語で考えろと、お前は英語でまず考えるからよく分かんなくなるんだってことを言われて、で、機能が複雑になりそうだったら、その何とかするやつと何とかするやつに分けると、まあ、ビシッとうまいこといくことが多いよっていうアドバイスをもらいました。で、そうまず、それを受けて、ビルドメソッドにはビルドだけやらせてることと、まあ、そもそもビルドっていう名前があかんですねということで、まあ、他のことをしたいな、他のメソッドでということで、こういうふうに呼び出すように変えると非常にスッキリしていいのかなというふうに気をつけて実装を最近はしてます。で、どうするのがいいのかという結論ですが、適切に役割を分割するということと、適切に命名するということで、名前以上のことをしない、で名前未満でもダメというルールを自分に課して実装しています。見通しが良くなってテストも書きやすくなって最高で、名前以上の機能を持たせないということを言ったんですけど、命名についてというタイトルで個人感情を吐露したい写真を撮った人はいけませんということですね。タイトルに矛盾があったらいけませんということです。はい、以上です。ありがとうございます。